熊本県阿蘇山の北に位置する南小国町は、雄大で神秘的な大自然と由緒ある温泉に癒されるくつろぎに満ちた町。九州でも指折りの温泉地、黒川温泉。入湯手形を購入し、さまざまな旅館の露天風呂を巡る湯巡りへ。誰でも自由に入れる足湯スポットも。すごく気持ちいいです。なんかこう心まで温かくなる感じがして、すごい好きです。温泉街で食べ歩きも楽しめます。馬肉を使った馬肉メンチカツ。美味しい。普通のメンチカツは、ね、味がしっかりしてる。温泉街から自然の中へ。2つの滝が1つに結ばれる夫婦滝。神秘的ですね。感動します。歴史ある蔵をリノベーションした老舗のカフェ、茶花房りんごの木でほっと一息。りんごを使った名物いつものりんごカレーをいただきます。美味しい。確かにりんごの甘みはすごいありますし、カレーと合ってます。瀬の本高原の澄み切った風を感じながら、電動ゴーカートで颯爽とドライブ。空気も美味しいですし、普段インドアなのでなかなかアクティブなことをする機会がなかったので、すごい楽しめました。そして旅はクライマックスへ。押しと石の丘は巨大な石が立ち並ぶ神秘的な丘。遠く阿蘇山を望む雄大な絶景が広がります。すごい気持ちいいです。こうどこ見ても緑があるから、なんかずっといたくなりますね。リラックスできます。大自然の中で癒される熊本県南小国町で素敵な旅を。